岐阜城のある金華山です。大木塚です。大木塚は戦国時代の戦没者の霊を慰める塚です。本丸井戸です。ババアトです。登場の時武士が馬を降りここにつなぎました。駒返しの岩です。金華山閻魔堂です。岐阜市のシンボル的存在です。天守閣が見えてきました。天守閣です。お城時計です。織田信長時代に初めて時計が輸入されました。御嶽山です。美濃平野を流れる雄大な木曽川です。